私の名前は京子。私の会社の同僚にほなみという子がいるのですが、その子がちょっと困った子なんです。ほなみとは同じ時期に入社して研修から共に頑張ってきたのですが、ほなみは私のことを敵対視しています。きっと仕事で私に負けたくないという気持ちもあるのでしょう。向上心があることは非常にいいことだと思うのですが、最近はありもしない私の噂話を流しています。少し愚痴を話すとそれを誇張して社内に言いふらしたりなど、目をつぶれないようなことをしているのです。お疲れ様。そっちはもう上がった？今さっき私も上がったところ。お疲れ様。最近忙しくて困る。今度二人で飲みにでも行こう。久しぶりに飲みに行くのもいいね。やっぱり愚痴とか溜まってるでしょ。同期の私が全部聞いてあげるから正直に話しちゃいな。愚痴か。前はよく二人で愚痴り合ってたもんね。でも最近は苦手な先輩もいなくなって結構仕事しやすいんだ。苦手な先輩って松尾先輩？そう、女性に厳しくていろいろ言われてたから正直参ってた。あの先輩マジでヤバいもんね。それに男性社員に媚び売ってるんだからマジウケる。私可愛いでしょっていう感じでいつもぶりっこしてたもん。確かに男女で対応の差はひどかった。私なんてこないだ着ている服装にイチャモンつけられたし。なんか噂で聞いた。マジであのババアヤバすぎる。今回部署移動したのもそれが上に伝わったからじゃないかって噂だよ。そうなの？知らなかった。まあ本当かわからないけど。他にはなんかないの？せっかくだから聞いてあげる。本当に今はそんなにないかな。仕事にも慣れてきて無茶振りされても結構なんとかなるようになってきたし。前はあんなに泣き言言ってたのに。それだけ私も大人になったってことかな。でもさ、あの係長どうしてる？相変わらずやっぱりデートとか誘ってきてる？ああ、まあそんな感じ。けど今はうまく受け流してる。マジであのジジイうざくない？お前とデートなんか行くかって。確かに二人でデート行ったらちょっと危険だよね。だからうまいこと断ってる。あんなやつとご飯食べに行ったら絶対そのままお持ち帰りコースだって。自分のことかっこいいとか勘違いしてるキモ親父。ちょっと言い過ぎだって。実際問題セクハラだってしてそうだし、こんくらい言っていいの？おなみはズバズバ言うな。京子もこのくらい言わないとやっていけないよ。頑張ります。それじゃあ今度ご飯行ける日また連絡するね。うん、待ってる。それじゃあまた今度。はーい。そしてその数日後、会社では私が松尾先輩の悪口を言っていたと噂が広まっていました。また係長がデートに誘ってくるのが本当は嬉しいなどという噂も。松尾先輩の同期の人から呼び出しをされ、これはどういうことか説明をしてと言われ必死に誤解を解きました。先輩たちは分かってくれ無事に事なきを得たのですが、係長の方からは以前に増してデートのお誘い、手を握ってくるなどのスキンシップが増え困ってしまいました。噂の出所はほなみだということが発覚し、私は彼女にすぐ LINE をしました。ほなみ、ちょっと聞いてもいい？もし勘違いだったら申し訳ないんだけど。何何？何でも聞いて。私の今の噂話知ってる？噂話？悪口言ってるとか、実は係長とできてるとか。ああ、結構有名になっちゃってるやつね。聞いてるけど、それが何？それが何って。大丈夫大丈夫。あんな噂があっても、私はちゃんと友達でいるから。ちょっと手のかかる子だけど、私がそばにいてあげる。あの噂が嘘っていうことは、ほなみもわかってるよね。私そんなこと言ってない。そんなこと言ってないってみんなに説明して回るの？一度広まった噂ってなかなか収まらないよ。もう諦めるしかないんじゃない？そんなに簡単に諦めつかないって。それで話っていうのが、その噂を流したのってほなみだよね。なんでそんなこと言うの？同期の私を疑うわけ？疑うつもりはなかったんだけど、噂の出所を探ってたらほなみの名前がよく出て、
LINE のグループとかで言ってるところも見せてもらった。なるほど。まあ別に隠すつもりないしいいか。どういうつもり？松尾先輩のことをブスゴリラとか言ったことない。ブスのくせに男に媚びばっかり言って飛ばされたのはそれが原因だ。私がそう言ってたことになってるんだけど。言ってたじゃん。いつ？あの先輩のこと苦手だって、いなくなってせいせいしたみたいなこと言ってたよね。あんな言い方してないでしょ。それに部署異動になった理由だって私は知らなかったし。まあそこはやっぱり話すうちについつい盛っちゃって、怪談話とかと一緒でさ、話してるとついつい誇張しちゃうんだよね。係長のことだって私気があるなんて言ってないし、今はもしかしたら係長とできてるんじゃないかって噂まで流れてる。実際のところできてるんでしょ。私に彼氏がいること知ってるよね。会社で隠してるから証明なんてできないじゃん。どうしてそんなことするの？私たち一緒に頑張ってきた同期じゃん。私あんたのこと同期とか友達とか思ったこと一回もないよ。なんで？目障りなんだよね、あんたみたいなやつ。ちょっと顔がいいとさ、仕事ができなくてもみんなに可愛がられて出世していく。あんたみたいなやつ大嫌い。私の顔と出世は関係ない。それにほなびだって出世してるじゃん。絶対私の方があんたの上に立つ器だから。なのに今も一緒の役職なんてありえない。早く私の前から消えて。ほなみ、ずっとそんなこと思ってたの？そうだよ。これからは同期でも何でもないから、もう慣れ慣れしく LINE してこないでね。バイバイ。ちょっと待って、ほなみ。その後私はショックでほなみと話すことができませんでした。そんな中、私の噂話はどんどん回っていきましたが、私はそれを否定する元気もありませんでした。ですが数日そのままにしていると噂はどんどん広まっていき。京子助けて、私どうすればいいかな。 LINE してこないでって言ったのほなみだよね。わかってるんだけど、こんな時相談できるのは同期の京子しかいない。私のことは同期でも何でもないって言ってたじゃん。自分の都合のいい時だけ私に LINE してこないで。それじゃ。待って、噂がどんどん一人歩きして私のせいになってるの。グループ LINE のやつとかも誰かが流出させちゃったみたいで、京子は何も言ってないのにほなみがいろいろ言ってるって。会社で話題になってるから知ってる。私が係長のこと好きだからあんな噂話を流したんだって。私があんなクソジジイのこと好きなわけないのに。まあ自業自得なんじゃない。自分で撒いた種は自分でどうにかしな。私は知らないし、もう関わりたくもない。そんなこと言わないで。私悪いことしたって本当に反省してるの。だからこれは私たち二人のせいじゃなくて誰か他の人のせいにしよう。まだそんなこと考えてるの？今回のことで懲りると思ったけど全然変わらないんだね。だって係長からは俺のこと好きだったんだなとか言われて、他の先輩たちからは無視されるようになった。私こんなの耐えられない。だから知らないって。自分でしたことなのにまた他人のせいにしようとするなんて。反省して謝るなら手伝うつもりだったけど、そんなことなら私は協力しない。謝ってるじゃん。私にじゃなくて騒動で迷惑をかけた人たちに。私が首謀者だってバレちゃう。それでちゃんと謝った方が収拾は早いと思うけど、とりあえず自分でどうにかして。私はもう知らないから、バイバイ。ちょっと待ってよ、私たち友達でしょ。こうして彼女との LINE は終わりました。その後先輩たちから無視をされ、仕事をしづらくなったほなみは会社を休みがちに。勘違いのひどい係長からもセクハラまがいのことをされているようで、係長は降格し別の部署へと飛ばされていきました。ですがほなみは仕事に復帰することはなく、結局そのまま会社を辞めていきました。私は彼女のことを同期の友達だと思っていたので少しかわいそうな気もしましたが、彼女の自業自得なので仕方ありません。皆さんもこんな性悪な同期にはくれぐれもご注意を。ご視聴ありがとうございました。
動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。